安田記念デー東京競馬場、大きな拍手がファンファーレの後に響きました。第1レース、牝馬限定の3歳未勝利戦、ダートの 1600m、 出走馬16頭です。5週続いた G1 シリーズの今日がその5週目です。東京競馬場、強い日差しが降り注いでオープニングの第1競争を迎えます。2コーナーの方向から4コーナーへ向かってやや強い風が吹いています。出走メンバーのゲート入りはその風が吹くところ、2コーナーの奥芝の上でゲート入り進んでいます。6番のアルマセラフが収まって最後16番ゲートにメダルラッシュ、16番ゲートへ向かいます。ベテラン内田博之、収まって係員が離れます。スタートしました。早いスタートを切ったのは16番メダルラッシュ、ダッシュがついて12番灯籠のおの、このうちに6番のアルマセラフですが足元ダートに変わって6番アルマセラフと12番灯籠のおの先行争いです。3番手インコース、2番ドゥラミちゃん、間に7番ラビングメモリー、外に16番メダルラッシュ、後位の一角8番ポロネーズ、今日は控える競馬、中段に 5番のカールポメロ、外から15番函館メモリー、デビュー戦上がっていきます。あとは14番のグレイウェザーズ、その後中段後ろ寄りの位置になって10番のグランレイハート、インコースからは4番ブーキエスポワール、1番のブレードランナー、11番シルバーニースが続いて後ろ3頭、13番姫若葉、さらには9番の北のパッション、2馬身ぐらい開いて3番リッキーマキアート最後方です。隊列は縦に伸びて3コーナー回っていきます。先頭は6番のアルマセラフ、600を通過46秒後半から47秒近いペース、12番灯籠の王の差がなく2番手、3番手16番メダルラッシュ、4番手外から15番函館メモリー、インコース2番ドゥラミちゃん、2頭の間詰め寄ってくるのは青い帽子、7番ラビングメモリー、8番ポロネース、4コーナーをカーブして直線コースへと向かっていきます。前は3頭、内6番アルマセラフ、中に12番の灯籠の王の、外から16番メダルラッシュ、わずかに灯籠の王の先頭か、外16番メダルラッシュ、2頭の外に15番の函館メモリー、さらに外からグレイウェザーズ、離れた外から9番北のパッションが伸びてきています。横に広がって激戦、内12番灯籠の王、わずかに先頭ですが外から14番グレイウェザーズ、追って11番のシルバーニースが詰め寄ってくる、さらには13番姫若葉、外に9番の北のパッション、12番灯籠の王粘るが14番グレイウェザーズが捕まえに行く、2頭の追い比べ、3番手は11番のシルバーニース、前は2頭が並んで最後はグレイウェザーズが降臨、グレイウェザーズと灯籠の王の2頭並んで入りましたが最後の人伸び優勢に釣ったのは14番グレイウェザーズ、際どい勝負、あとは11番のシルバーニースが3番手。安田記念デーのオープニングカードは関東期待の若手の一騎打ち、グレイウェザーズ横山武史、灯籠の王の佐々木大輔、2頭が並んで入りました。時計は1分37秒3、11番のシルバーニースが3番手です。上がりタイムはゴールまでの 800m が50秒3、600m37 秒8、ゴールの瞬間の映像が場内のターフビジョンに大きく映し出されています。外14番グレイウェザーズが最後前に出ているか、内12番灯籠の王のわずかに外、14番グレイウェザーズ優勢とお伝えします。関東のホープ2人の手綱は最後馬の首を押すような角度にはなっているんですが、わずかに14番グレイウェザーズ優勢、3番手に11番のシルバーニース、その後4着争いは内に16番メダルラッシュ、外に13番姫若葉です。横山武史騎手が勝っていれば昨日最終レースに続いて騎乗機会の連勝、今年の JRA50 勝目、14番グレイウェザーズ金車差の奇跡の3区今1着と上がりました。東京1レース、1着14番グレイウェザーズ、2着12番灯籠の王の、3着11番シルバーニース、4着16番メダルラッシュ、5着13番姫若葉、時計1分37秒3、確定までお待ちください。東京1レース見応えのあるゴール前になりましたが、最後外グレイウェザーズわずかに出ていました。今日が初めてのマイル戦で初勝利、2着が12番灯籠の王の、3着11番シルバーニースです。14番12番11番は1番人気4番人気3番人気の決着です。単勝14番 2.9 倍、枠連673.7倍、馬連12番14番 8.1 倍、馬単14番12番 14.7 倍、三連複11番12番14番 10.9 倍、三連単14番12番11番 54.5 倍です。確定までお待ちください。